の下村博文幹事長代行が学校法人加計学園の元,元秘書室長から学園以外の政治資金パーティー券の購入代金200万円を受け取った問題をめぐり、野党は安倍政権の新たな疑惑として徹底追及する方針です。 民進党の蓮舫代表は昨日の記者会見で、なぜ角家学園の秘書室長が献金を集めたのかがわからないと指摘し、下村氏にパーティー券の購入者を明かすよう求めました。また共産党の小池書記局長は、安倍総理大臣は自身の最側近と言われる人に対し、疑惑をきちんと説明させる責任があると述べました。 こうした中、自民党内では、東京都議会議員選挙の応援で、自衛隊としてもお願いしたいと問題発言をした稲田防衛大臣への批判が止まないのを踏まえ、次の内閣改造での交代論が強まっています。安倍総理大臣の政権運営にも影響する都議会議員選挙の投票をあさってに控え、野党が攻勢をかけ、自民党が防戦に回る構図が鮮明になりました。 えまず、下村博文幹事長代行自民党幹事長代行の問題なんですけども、えー、まあ、これも週刊文春、文春法でこう、報道されて、ご本人は昨日、えー、否定はしています。で、特にその、加計孝太郎、加計学園理事長からのこう、献金というのはないんだと。で、その他の、えー、この献金をしたであろう、お人たちの名前とか、企業名は、これはわからない。これ、どっかで聞いたような、こう、論理展開で、えー、肝心の人の 名前はこれ、関係ないと言っておきながら、あとは知らないっていう、おかしいじゃねえかっていうのは、ちょっとこう見えてきたですそれおかしいですよね、うん、それでこの場合、重要なのは、あの政治資金規正法上の届け出してるかどうかっていうことなんですが、仮にそこがクリアされてたですね、うん、問題、ちょっと位相違うんですよ、<ー>私、200万円っていう金に対する感覚だと思う、うん、鈴木宗男さんが刑務所に入る日のお昼、うんうん、関係者で、あの、うん 硬い焼きそば、あんかけ焼きそば食べたんですけども、うん、そのね、30分前に、ね、2人だけで、うん、あの、話したんですよ。うん、あの、彼の事務所で。そしたら鈴木さんがしんみりとね、俺は賄賂もらってないと。検察は500万円、鈴木さんは、うん、賄賂なんかもらってない。政治資金400万円で領収書切ってると。うん、賄賂なんか消してもらってないと。ただ、やっぱり刑務所行かないといけないと思うんだよな、っていうんですよ。え 話を聞いてみたら、うん、俺は足路でランプ暮らしで田舎から出てきて、権力をつければ北海道のためになると思うし、日本のためになると思うし、北方領土を動かせると思ったと。しかし、横や後ろが全然見えてなかったと。400万円という金をお祝い金として政治資金として取るっていうことの異常さ、うん、それに気づいてなかったと。うん、牛丼の値段が380円とか、うん、時々280円とかいうことに気づいてなかったと。うん そこのやっぱり責任あるねと。うん、金銭感覚麻痺してたと。うん、これ、あの、彼は非常に強く言った印象残ってるんですよ。うん、だからこの200万円っていうお金、うん、パーティー券のところで、はい、頼むよって言って誰かに頼んで集めちゃうと。うん、ここのところで、手続きさえ従ってればいいんだっていう、うん、あの、その発想ですよね。うん、200万円っていうのが普通の、あの、日本人にとってどういう意味なのかと。うん、それが政治でどう使われてるのかと。うん、こういうようなところに関する、 国民の普通の思いっていうところに想像が至らないっていうのが一番の問題だと思うんですよ、うんま、政治とカネの最大の問題っていうのは舛添、うん、さんの時も猪瀬さんの時もそうなんだけども、うん、あの国民の常識と永田町なり都知事なりの常識の乖離が著しくあるんですよね、うん、そこのところに気づいてもらわないと困るわけですよ、うん だから、こういった疑惑の形で出てたんだったら、うん、そしたらそこのところでいやいやあのお、こういった企業です。 ここでこういうふうに書いてるんだけども、こういったところで、大体方向はそうなんですよっていうようなことで、うん、きちんと事実関係って説明できるはずなんですよね。でもそれをできないである。今後その調査は進めるというに、下村博文さんはおっしゃってるんですけども、その企業名とかその個人名を出せないっていうのは、なんだろうな、この時点で。ちゃんと書いてあったはずですからね、これは。いや、それは絶対書いてあります。うん、そのどんぶりでは絶対取らないです。うん、ですから、そこのところにおいて、あの、考えられるのは一つは隠したいことがあると。 でも2番目はね、ものすごい事務処理がずさんになってると、はい、こういう可能性ありますよね、うん、この最近、いろんなことでこのあの、例えば稲田さんのことにもちょっと出てましたけども、うん、なんか私は元補官僚だったでしょ、はい、その立場からすると、すごく防衛省の事務がずさんになってる感じするんですよね、うんうん、もし私が秘書官でいたら、大臣、大臣と、まずいですと。うん これはアウトですから、うん、すぐに防衛省に帰って、公式の緊急会見をやりましょうと。うん、そしてって発言用のざっと書いて、選挙期間中であったとはあれ、あの、口が滑ってしまったと。うん、それこの部分は撤回します。うん、それと同時にお詫び申し上げます。うん、それさらに再発しないようにしますと。うん、だから、あの、撤回、お詫び、再発防止をきちんと、うん、 行って、うん、その、お会見をすればですね。翌日の新聞の一面には出ます。うん、しかしその先。をは引かないですよ。うん、ところがだらだらだらで引っ張っちゃうとこで。だらしなさ感じるんですよね。 あの、佐藤さんね、はい、あの、元外務官僚でいらっしゃったゆえに、その、その省庁のトップの人間に対する、これ人間ですから官僚といえども、はい、えー、まあ、公感憲法感いろいろあるかもしれませんが、はい、これ防衛省の、まあ、例えば秘書官にしても、えー、稲田大臣の周りにいらっしゃる制服組、あるいは、え背、ー、広組、問わず、 これ要するに問題発言しちゃったってことはこう駆け巡る中で、これ、防衛省としては何とかしなきゃいかん、うちの大臣がってことになれば、あんな深夜に会見開くってことはありえないんじゃないですかそうなんですよね、<laughs> あのいずれにせよ、うん、すぐ対応するっていうことをやらないとだめだと、うんあの、その辺のところがやっぱりよく分かんないんですよね、どうなってるか。もっとあの直接伺いますけど。はい うちの大臣守ろうって気持ちがあんまり防衛省から僕は個人的にね、いやられ、ね、たぶん防衛省文化なんですよ。防衛省文化外務省はね、うん、違って、田中牧子さんがおられたでしょ、はい、あのお、全員が出ててほしいと思ってたと思うんですよ、あの頃。<laughs> ところがこれね、当時の外務省の事務次官が私を呼んでいって、困んだよな、秘書官の連中はって。もう、俺が取り取ってこないでいいって言うんだけど、うん、ワンとか言って取り取りに行っちゃうと。 それで、<laughs> え、マキコ助けてんだよっていろんな局面で<ー>ほっときゃいいのになと。<laughs> こういうふうに言ってるんだけど、秘書関連っていうのは、やっぱり、あの、田中牧子さん命で動いてましたよね。それで血吐いたつもいましたからね。だから、それ、そういうような、あの、やっぱり外務省的な擦り込みっていうのがあって、秘書官団だけは何があっても、自分にお使いする大臣、自分にお使いする副大臣、自分にお使いする政務官と一体化すると。だから、あんな変な役所でも、政治家気持ち離れてかないと。少なくとも大臣やってる時の。外務省文化なんですか ところが、防衛省文化の場合は、うん、はいはいと、よくわかりました、お手並み拝見ですとか、なんかそんな感じがしますね。はぁ、あえー。今回のこのことに関して言いますと、その、これ、<も>法務省もそういう感じですよね。法務省法務省、シュワルツネッカーのサインを取ったとか言うと、ああそういった話はどこからともなく流れてきてああと。うん、それで、あのー、大臣の言う方、必ずしも聞いてんのかなっていう雰囲気ありますよね。 ま、現在あの、法務省は金田法務大臣が、ま、あ大臣ですね、閣僚としていらっしゃいますけれども、その法務省文化にしても、えー、外務省のような文化とはちょっと違うという。ちょっと違いますね。外務省、財務省は、そこのことは似てる感じがしますね。うん、あそうですか。か財務省も、やっぱり守る者財務省、財務省ワンっていう感じになっちゃいますね。<laughs> あ、そうですこれだから、あのー、組織文化だと思いますよ。 でも、こんだけその、まあ、なんて言うんでしょうかね、問題発言がある、この今現在の安倍内閣、これ新聞でも報じられてますけども、第一次安倍内閣のことをよく知ってる自民党の、えー、ベテラン議員からすると、なんか同じ空気が流れてきたなぁ。 しかし、あの、これ、まさにそこはポイントなんですけどね。アプリの問題なのか、OS の問題かっていうことですよね。アプリか OS、OS? はい。はい、どういうことですか要するに、基本ソフトに問題があるっていうことならば、総、うん、特会しないとなんないですからね。個々、うん、のなんかアプリに問題があるんだったら、それ抜いて変えればいいわけですから。うん、そう,そうどっちかなっていう感じですよね。どうですかどっちいやー、よくわかんないですね。本当に。<laughs> でもこれは本当に逃げてるんじゃなくて、えー、本当によくわかんない。だから、 この内閣に対して僕が見たのはね、すごいちぐはぐ感なの、うん、例えば北方領土ね、うん、ものすごいリスクを犯しながら共同経済活動のミッションを、うん、長谷川秘書官を、うんあのあ、補佐官をトップにして送るなんて、うん、これ実は従来の日本政府で、われわれなんか本当にやりたいと思っても、うん、厚い壁があってできなかった、うん、そういうの破ることできるわけですよ。はい、ところが こっちの人はこんな大混乱でしょ、うん、なんか、すごく腕がいい部分とね、うん、何これみたいな部分と、それが混在してるんで、うん、この内閣の基盤は強いのか弱いのか、よくわかってるのかよくわかってないのか、わかんないんですよ、うん、僕自身が。はあ あのかなり大胆なことをやってらっしゃいますよね、特にあの対ロシアに関して言うと、アメリカのことを気にかけながらも、かなりこのプーチンさんとのパイプをちょずっと作り続けていて、北方領土もやっとこう,うだからプーチンさんとのパイプとか、首脳のパイプだったらやるんだけども、うん、北方領土の実態で今までやれなかったこと、うん、何度も試みてやらなかったことをやれと、うん、これは外務官僚ビビり上がってるわけですよ、はい、総理がそこまでやれって言うからだと。 ああいった代表に遅れるし飛行機も飛ばせるようになってるわけですよ。だからそこのところにあこれ北方領土動いていくなと思うと。うん、この責任じゃないとできないと。うん、この腕はすごい,良いわけですよ。かつてロシアやった私から見ても。うん、ところがこの内政のところで言何これみたいなことが連続すると。うん、だから私自身今わかんなくなっちゃったんです。うんはあ、全部が弱いんだったらわかりますよ。ええ あのー、民主党政権の時の参総理みたいかね。<laughs> 外交も内政も経済も全部弱いと。それトータルに弱いってことだったらこれはよくわかりますけども。だから強いところと弱いところが混在してるんですよね。それで、あの、雇用に関しては曲がってるでしょ一応数字の上で。うん、これ実態だし、あのー、少なくとも東京、その周辺に関しては目に見えるところでも少し変化出てますよね。うん、ところが、あの、地方なかなか中白だし。うん でも、いろんなところのこのちぐはぐ感っていうのは、すごくこの政権の特徴だと思うんですよね。うん、でも、いずれにせよ、あの、権力のおごりが出てくることは間違いないですよ。な、うん何とかなるんじゃないかと。うん、この感覚ですよね。だから、緊張感かけてますね。まあ今までもこれ、安倍なんかおごりがひどいんじゃないかとか、ずいぶん言われてる中で、支持率の高さだけはもう素晴らしかったわけですけども、今、下落し始めて。それあっという時に落ちるんですよ。えー、あの、花粉症なんかで一緒だと思うんですよ。うん ある段階を超えたら発症しますよね。うん、コップに水が少しずつ溜まってるんですよ。溢れてないうちは支持率高いわけですよ。うん、溢れ出したらこれを押してきますからね。うん、そこがやっぱり見えてない人が結構多い感じがしますよね。うんうん まあ、都議会議員選挙が今ちょうど選挙戦中です。その後また今度は世論調査、えー、報道メディア、各、報道メディアの世論調査があるでしょうけど、そこでも数字というの出ますから、えー、果たしてこの先の現在の安倍政権、まあ、内閣改造人事やったとしても、果たしてその下落に歯止めがかかるかどうかというのはもうちょっと時間かかるかもしれませんね。そのとおりですね。それで、何よりも重要なのは、マスメディアの目つきが悪くなっていることですよ。 目つきが悪くなると、世論調査の質問の目つきが悪くなるんで、悪い雰囲気の数字の方向になるんですよね。それと、国民もともと今、目つき良くないですから、この目つきの問題ですね、最大の問題は。 昨日伊藤敦夫さんがおっしゃってたのは今までテレビ局でこういろんなコメントをしててもそのことをコメントに対するその周りの空気というのがそれを言っていいのだろうかとかってちょっとおっかなびっくりだったのが最近随分とスタジオの雰囲気が変わったんですよなんかいろんなきついことを言ってもそうですよねってこれは何でしょうねっていうような謎かけをされてましたけどもはいだからそっちの方向でガッと加速していく可能性ありますよねいや怖いですからね 安倍政権の本質はポピュリズム政権ですから、うん、だからポピュリズムは、そのテレビの、うん、特にワイドショーなんかでの目つきが悪くなると、うん、そここのところからしますね,そう,ですね、まあ、そういうことに関しては、長けてたせい長けてたはずだった政権なんだとなれば、あんな深夜に会見開くってことはありえないんじゃないですかそうなんですよね。<laughs> あのいずれにせよその、うん、すぐ対応するっていうことをやらないとだめだと、うんあの、その辺のところがやっぱりよくわかんないんですよね、どうなってるか。もっとあの直接伺いますけど、はい、うちの大臣、守ろうって気持ちが、あんまり防衛省から僕は個人的にね、いや防衛省文化なんですよ。防衛省省文化、ねはい、外務省は、ねうん、違って 田中真紀子さんがおられたでしょ、はい、あの全員が出ててほしいと思ってたと思うんですよ、あの頃。<laughs> ところが、これね、当時の外務省の事務次官が私を呼んでいった、うん、困んだよな、秘書官の連中はって、もう俺が取り取ってこないでいいって言うんだけど、うん、ワンとか言って取り取りに行っちゃう、うん、と。でえっ、真紀子、助けてんだよっていろんな局面でと、<ー>ほっときゃいいのになと。 こういうふうに言ってるんだけど、秘書関連っていうのは、やっぱり、あの、田中牧子さん命で動いてましたよね。それで血入ったつもいましたからね。だから、それ、そういうような、あの、やっぱり外務省的な刷り込みっていうのがあって、秘書官団だけは何があっても、自分にお使いする大臣、自分にお使いする副大臣、自分にお使いする政務官と一体化すると。だから、あんな変な役所でも、政治家気持ち離れていかないと。少なくとも大臣やってる時の。外務省文化なんですか ところが、防衛省文化の場合は、うん、はいはいと、よくわかりました、お手並み拝見ですとか、なんかそんな感じがしますね。はあえー、今回のこのことに関して言いますと、そのこれ法務省もそういう感じですよね。法務省法務省、シュワルツネッカーのサインを取ったとか言うと、ああそういった話はどこからともなく流れてきてと。うん、それで、あのー、大臣の言う方必ずしも聞いてんのかなっていう雰囲気ありますよね。 ま、現在あの法務省は金田法務大臣が、まあ、大臣ですね、閣僚としていらっしゃいますけれども、その法務省文化にしても、えー、外務省のような文化とはちょっと違うという。ちょっと違いますね。外務省、財務省は、うん、そこのことは似てる感じがしますね。 あ,あそうですか。か財務省も、やっぱり守る。財務省、財務省1っていう感じになっちゃいますね。<laughs> あ、そうです、えー、これだから、あのー、組織文化だと思いますよ。ええ。でも、こんだけその、まあ、なんて言うんでしょうかね、問題発言がある、この、今現在の安倍内閣、これ新聞でも報じられてますけども、第一次安倍内閣のことをよく知ってる自民党の、えー、<laughs> ベテラン議員からすると、なんか同じ空気が流れてきたなーっていう。しかし、あの、これ、まさにそこはポイントなんですけどね。あっ アプリの問題なのか、OS の問題かっていうことですよね。アプリか OS、OS? はい。はい、どういうことですか要するに、基本ソフトに問題があるということならば、うん、そう特化しないとなんないですからね。個々、うん、のなんかアプリに問題があるんだったら、それ抜いて変えればいいわけですから。うん、そ,うそうどっちかなっていう感じですよね。どうですかどっちいやー、よくわかんないですね。本当に。<laughs> でもこれは本当に逃げてるんじゃなくて、えー、本当によくわかんない。だから、 この内閣に対して僕は見てが見たのはね、うん、すごいちぐはぐ感なの。うん、例えばほらだらだらで引っ張っちゃうってとことで、だらしなさ感じるんですよね。 あの、佐藤さんね、はい、あの、元外務官僚でいらっしゃったゆえに、その、その省庁のトップの人間に対する、これ人間ですから、官僚といえども、はい、ええー、まあ公勘、憲悪感いろいろあるかもしれませんが、はい、これ防衛省の、まあ例えば秘書官にしても、えー、稲田大臣の周りにいらっしゃる制服組、あるいは、えー、背広組、問わず、 これ要するに問題発言しちゃったってことはこう駆け巡る中で、これは防衛省としてはなんとかしなきゃいかん、うちの大臣がってことになれば、あんな深夜に会見開くってことはありえないんじゃないですかそうなんですよね、<laughs> あのいずれにせよ、うん、すぐ対応するっていうことをやらないとだめだと、うんあの、その辺のところがやっぱりよく分かんないんですよね、どうなってるか。もっとあの直接伺いますけど。はい うちの大臣守ろうって気持ちがあんまり防衛省から僕は個人的にね、いや、られない,いれ、ね、防衛省文化なんですよ。防衛省文化外務省はね、うん、違って、田中牧子さんがおられたでしょ、はい、あのお、全員が出ててほしいと思ってたと思うんですよ、あの頃。<laughs> ところがこれね、当時の外務省の事務次官が私を呼んでいった困んだよな、秘書官の連中は。ってもう、俺が取り取ってこないでいいって言うんだけど、うん、ワンとか言って取り取りに行っちゃうと。 え <laughs> マキコ助けてんだよっていろんな局面でと<ー>ほっときゃいいのになと。<laughs> こういうふうに言ってるんだけど、秘書関連っていうのは、やっぱり、あの、田中牧子さん命で動いてましたよね。それで血吐いた奴もいましたからね。だから、それ、そういうような、あの、やっぱり外務省的な刷り込みっていうのがあって、秘書官団だけは何があっても、自分にお使いする大臣、自分にお使いする副大臣、自分にお使いする政務官と一体化すると。だから、あんな変な役所でも、政治家気持ち離れていかないと。少なくとも大臣やってる時の。外務省文化なんですか ところが、防衛省文化の場合は、うん、はいはいと、よくわかりました、お手並み拝見ですとか、なんかそんな感じがしますね。はあ。えー、今回のこのことに関して言いますと、その、これ、法務省もそういう感じですよね。法務省も。法務省、シュワルツネッカーのサインを取ったとか言うと、ああそういった話はどこからともなく流れてきてと。うん、それで、あのー、大臣の言う方必ずしも聞いてんのかな、っていう雰囲気ありますよね。 ま、現在、あの、法務省は金田法務大臣が、まあ、大臣ですね、閣僚としていらっしゃいますけれども、その法務省文化にしても、えー、外務省のような文化とはちょっと違うという。ちょっと違いますね。外務省、財務省は、うん、そこのことは似てる感じがしますね。ああ、そうですか。か財務省も、やっぱ守るだ。財務省、財務省ワンっていう感じになっちゃいますね。<laughs> これだから、あのー、組織文化だと思いますよでも、こんだけその、まあ、なんて言うんでしょうかね、問題発言がある、この今現在の安倍内閣、これ、新聞でも報じられてますけれども、第1次安倍内閣のことをよく知ってる自民党の、えー、ベテラン議員からすると、なんかなあのこういった企業です、政治資金規正法の枠の中で。うんうん ここでこういうふうに書いてるんだけども、こういったところで、だいたい方向はそうなんですよっていうようなことで、きちんと事実関係って説明できるはずなんですよね。でもそれをできないである。今後その調査を進めるというに、下村博文さんはおっしゃってるんですけども、その企業名とかその個人名を出せないっていうのは、なんだろうな、この時点で。ちゃんと書いてあったはずですからね、これは。それは絶対書いてあります。うん、そのどんぶりでは絶対取らないです。うん、ですから、そこのところにおいて、あの、考えられるのは一つは隠したいことがあると。 でも2番目はね、ものすごい事務処理がずさんになっていると、はい、こういう可能性ありますよね、うん、この最近、いろんなことでこのあの、例えば稲田さんのことにもちょっと出てましたけども、うん、なんか私は元股官僚だったでしょ、はい、その立場からすると、すごく防衛省の事務がずさんになってる感じするんですよね、うんうん、もし私が秘書官でいたら、大臣、大臣と、まずいですと。うん これはアウトですから、うん、すぐに防衛省に帰って、公式の緊急会見をやりましょうと。うん、そしてって発言用のざっと書いて、選挙期間中であったとああれ、あの、口が滑ってしまったと。うん、それこの部分は撤回します。うん、それと同時にお詫び申し上げます。うん、それさらに再発しないようにしますと。だから、あの、撤回、お詫び、再発防止をきちんと、うん、 言って、うんそのお、会見をすればですね、翌日の新聞の一面には出ます。うん、しかしその先、王は引かないですよ。うん、ところがだら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 引っ張っちゃうってとことで、だらしなさ感じるんですよね。 あの、佐藤さんね、はい、あの、元外務官僚でいらっしゃったゆえに、その、その省庁のトップの人間に対する、これ人間ですから、官僚といえども、はい、ええー、まあ公勘、嫌悪感いろいろあるかもしれませんが、はい、これ防衛省の、まあ例えば秘書官にしても、えー、稲田大臣の周りにいらっしゃる制服組、あるいは、えー、背広組、問わず、 これ要するに問題発言しちゃったってことはこう駆け巡る中で、これ防衛省としては何とかしなきゃいかん、うちの大臣がってことになれば、あんな深夜に会見開くってことはありえないんじゃないですかそうなんですよね、<laughs> あのいずれにせよ、うん、すぐ対応するっていうことをやらないとだめだと、うんあの、その辺のところがやっぱりよく分かんないんですよね、どうなってるか。もっとあの直接伺いますけど。はい うちの大臣守ろうって気持ちがあんまり防衛省から僕は個人的にね。いや、にいられない,いれ、ね。防衛省文化なんですよ。防衛省文化外務省はね、うん、違って、田中真貴子さんがおられたでしょ、はい、あのお、全員が出ててほしいと思ってたと思うんですよ、あの頃。<laughs> ところがこれね、当時の外務省の事務次官が私を呼んで言ったら、うん、困んだよな、秘書官の連中は。もう、俺が取り取ってこないでいいって言うんだから。